フラニーとゾーイは、J.D. サリンジャーが1955年1月29日に、ザニューヨーカーに発表した、フラニーと1957年5月4日に同時に発表した、ゾーイの連作2編の小説を一つにまとめたもので、ライギ畑で捕まえてに並ぶ代表作の一つ。1961年9月14日観光。グラース家の末っ子である、女子大生のフラニーと、 そのすぐ上の兄で俳優のゾーイをめぐる、1955年11月の、ある、土曜日の午前中から、翌週の月曜日にかけての物語である。晩秋の駅のプラットホームで、女子大生であり、自慢のガールフレンドであるフラニーの到着を待つ、大学生のレーン。二人は、大学対抗のフットボールの試合を観戦した後に、この週末を一緒に過ごす計画を立てる。 二人は早速気の利いたレストランで昼食をとるが、自己検事やスノップ的な振る舞いに何の疑問を持たないエリートのレーンに対し、青年らしい潔癖さと自らの過剰な人意識に悩み演劇をやめようとさえしているフラニーとの会話は次第にすれ違いを見せ始める。やがてフラニーは耐えきれずにテーブルを離れ、店のトイレに駆け込み、しばらく泣いた後、バックから 小さな本を取り出し、落ち着きを取り戻す。彼女がテーブルに戻ると、レーンは彼女の持つ本について尋ねる。それは、巡礼の道という題で、ロシアの放浪者が絶えず祈る、能力を習得する話だと彼女は説明する。イエスへの祈りは、前の考案に似た作法で、主イエス・キリスト様、私にアーレミオという祈りを無意識で、 ほとんど鼓動のようになるまで内在化する。霊園はその話よりパーティとフットボールの試合の予定を気にしているが、フラニーが失神した時、彼女を解放し、週末の計画を延期する。彼女が意識を取り戻した後、彼は彼女を宿泊先に送るためタクシーを呼びに行き、フラニーを一人にする。彼女は絶えず、祈る練習をしている。 週末の出来事から2日後の月曜日の朝。週末を一緒に過ごすこともなくニューヨークの自宅に戻ったフラニーは、そのまま今の寝室に寝込んでしまう。幼い頃からシーモアとバギという二人の兄から植え付けられた弓道的な宗教哲学や東洋思想と相反するエゴが幅を利かせる現実世界の板挟みに合うフラニーは、 巡礼の道という本に出てくる宗教的な祈りによって救いを求めようとする。心配した母親のベシーは5歳年上の兄であるゾウイーに助けを求める。自らも兄たちの影響を強く受けているゾウイーは全身全霊をかけて説得を試みるが言葉の曲芸飛行士である彼の上舌さは時に脱線を繰り返し、ますますフラニーを混乱させてしまう。 しまいには死んだ兄のシーモアに会いたいと言い出すフラニーに、対し、一旦話を切り上げたゾーイは部屋を出ると、以前、二人の兄が使っていた書斎に足を踏み入れ、ドアの背面に書かれた哲学的な引用を読む。熟考した後、ゾーイはバディを装って、フラニーに電話をする。やがてフラニーに見抜かれるが、ゾーイは会話を続ける。ゾーイはシーモアから、以前もらった教えを共有し、 前向きに愛と共に生きるべきだ。誰も気づかなくてもイエスにはわかると示唆する。ゾーイが電話を切った後、フラニーは、両親のベッドに横たわり、天井を向いて微笑む。フラニーとゾーイは、これまでサリンジャーが個別に発表していた、いくつかの短編が、実は、グラース化物語というべき、壮大なサーガの一部であり、一家の次男で、小説家のバディグラースが書き続けている。 三文で書かれた一家の記録映画であることが明かされた最初の作品であるが最初。ゾーイーの冒頭でバディが語るように、グラース家の七兄弟は共に、これは振動というクイズのラジオ番組の出演を経験しており、兄弟全員が異常早熟の天才として描かれている。また、フラニーとゾーイーは二人の兄から、教育は知識の追求ではなく、善の言う。 無心の追求から始めることが最良という考えから、幼い頃より、イエス、釈迦、老子、シャンカラチャーリア、エノー、シュリラーマクリシュナ等々の宗教哲学や、東洋思想を教え込まれている。そのことは、大工よ、屋根の梁を高く上げよの中でも、シーモアが生後10ヶ月のフラニーに、同教のある説話を話して聞かせる場面としても描かれているが、それは、 恋人のレーンとはおよそかけ離れた異質な教育を受けてきたということであり、結果としてフラニーは理想とする生き方と現実世界とのギャップに苦悩することとなる。フラニーとゾーイでは宗教、特にキリスト教に対するサリンジャーなりの解釈や東洋思想との関係性なども語られるが、思春期の青年なら誰もが直面する理想と現実社会との折り合いの付け方や、さらには 自らの自意識とどう向き合えば良いのかという普遍的なテーマを扱っている。ありがとうございます。